しゃべくり松代始まるよ。はい、皆様こんばんは。9月17日月曜日、第99回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、この町歩きセンターの外はですね、結構風が強くて、看板なんかちょっと倒れたりなんかしましたけど、今この中の室内はだいたい扇風機少し止めてありますので30度近くなっております。今日のパーソナリティはまた三田がお伝えいたします。では、今日のゲストをご紹介いたします。信州大学農学部教授でありまして、佐々木邦博先生です。よろしくお願いいたします。佐々木です。よろしくお願いいたします。今日のお話はですね、庭園都市松代の水路網の調査結果についてということでお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。あと先生の方でですね、なんか学生時代に松代と似たような、ところが場所を見てですね、ものすごく感動したっていうのをお話はちらっと聞いたんですけども、場所はどちらのあれですか？はい、京都市内、左京区の南禅寺っていうお寺 の、はい、周辺です。あ、そうですか。学生の時に庭の調査のバイトがありまして、はい、京都市役所文化財課だったんですけど、はい、そこの人たちと一緒に南禅寺界隈のいわゆるお屋敷街のお庭を、調査に一緒に入りました。はい、そうするとその辺、その上には琵琶湖疏水っていう水路が流れていまして、そこから取った水を屋敷の中に引いて庭、つまり庭に入れて池に注いで、池から水が出て、はい、そうするとその下のお屋敷に入ってまた池に行く、そのような水のシステムを持ってたんです。すごいなと思って見ていたんですけど、はい、それがまたここでもう一度出会うことになるとは、その時は全く思っても見ませんでした。この松代の水路網の調査のきっかけっていうのは何でしたか？15年ほど前に、はい、松代の北にある大室古墳群の整備計画を立てるときに呼ばれまして、はい、今ちょうどエントランスゾーン、入り口のゾーンが出来上がったんですけど、その、15年かかりました。はい、その時に、いろんな話をしてまして、はい、庭のそういった話もしたら、偶然すごいところがあるっていうふうにその時いた教育委員会の方から言われまして、はい、それで連れて行ってくれるようにお願いしまして、はい、連れてきてもらいただいたんです。はい、そしてあるお家に入れていただきまして、はい、それで見たらやっぱり京都で見たものと同じものでした。お屋敷の池からお屋敷の池に水が行って、はい、庭から庭に行く、はい、そしてさらに京都と一緒だったのは借景でした。はい、京都は東山ですが、ここは象山ですとか両山とか、そのような借景がやはりきれいに見える。ただ違いは、京都の場合だとお金持ちだけのものです。ここを松代は庶民のものでした。はい、ですからもっとすごいんじゃないかと思ってまして、すごく感動したわけです。なるほどね。このあれですかね、水路網の調査の方法っていうのはどういうような形であれですか？それからずっと調査がかかってるんですけど、はい、調査の方法って主に2つありました。はい、1つはやはりどれだけ江戸時代って言われてますけど、どれだけ古いものか、はい、これは昔の絵図面などを見て調べていきます。はい、もう一つは現状でして、はい、歩いて、はい、そして一軒一軒ちょっと聞き、潜水路ですから屋敷の中ですので、聞き回って図面に落としていきました。そのようにこの2つの方法で、はい、松代の水路網を調べていったわけです。結構時間かかりますよね、行ってあるっていうのはね。かかります。かなりかかりました。こちらに松代全体的なその水路の図面がありますけれども、これもちょっと説明していただいて。これは昨年の10月11月、はい、秋に調べた調査結果です。
あのここが松代城、松代です、はいはいはい、そして、まあ、町歩きセンターは今ここでして、はい、そして、まあ、青垣公園がこの辺です、はい、まあ、そしてあのこの反面なんですけど青い線が水路です。そして青丸、これが庭の池です。そしてさらに橙色がついたところがあります。これが水が湧いている場所、湧水です。これもそうですね、はい、そうですね、まあ、ちょっとまだあの修正がありますね、もありますけど、まあ、このようにあの松代の水路網を、あの地図の上に載せたわけです、はい、ここからあの見えてきますのは、はい、まず松代の水路網全体として3つに分けられる、まあ、1つが、はい、ここあの神田川から取水しまして、はい、まあ、あの表芝町や馬場町、大館町、また立山町に流れる、はいはい、まあ、この一帯、うん、2つ目は旧関谷川の方でして、はい、松山町、うん、五安、そして田町の方、うん、まあ、ここが2つ目です、うん、そして3つ目は、はい、まあ、杉垣というか流れてるんですけど、あ、はい、まあ、あの魚町なんか飛びとくこう、あるいは工事町までとか、この水路の点と3つ独立してました。ああ、そうですか。え、横のつながりはなかったっ、ね、え、3つ別物でした。まあ、これが今水路の止水のこれ写真ですね。神田川から撮ってる、はい、この場所がそこそこです、そこですね、はい、これからずっと降りていってっていう形になります。そうです、はい、ここもあの、あ、写真の方見せますか、はい、どうぞ。え、このたくさん水流れてる方が実は取水です、うん、頂上で流れてるのが神田川、ずっと流れてきた水でした。まだまだ少ないっていう感じですね。そうですね、全体として少ないんです。少ないですね、はい、で、これがずっと流れてきて、はい、じゃあこれちょっと話します、はい、え、あの神田川をずっと下に行きますと、まあ、あの分かりやすいあの例で言いますと山寺邸です、はい、あのここです。山寺邸はあのここに滝打ちが見えますが、はい、神田川から直接取水しています、はいはいはい、そしてここに行って大きな池に入ります、はい、ここです。そうですね、これがそうですね、そうです、池に入りました、はい、そして池に入りまして、はい、あの庭を小さな水小川が流れてきます、はい、これが泉水路です。あ、これがですね、はい、これがそうです、はい、まあ、そしてあの松代にはあの水路が3区分されてますが、はい、道沿いに流れるのが川、川、はい、そして屋敷の中、例えばこの辺もそうですけど池と池を結んでいく、はい、あの家 の, なあの屋敷の中を流れるのが泉水路、はい、そしてこのように屋敷の裏側、両側から見ても裏側なんですけど、それを流れていくのが泉、3種類ありました。なるほどですね。そしてこれも山寺邸を出たらどうなるかといいますと、ここなんです。これがさっき言ったセギですね。これがセギになりますね。ここです、はい、やっぱちょっと違いますね。え、やはり裏の川です。あの畑の田んぼなどに使われていたものです、まあ、こちらの方と比べると全然違いますね、はいはい、そしてあの、まあ、この図ちょっとここ私書き忘れてるんですが、ここをここで山寺邸、左側が山寺邸です、はい、出てきますと、はい、水路に当たりまして、これ両脇に分かれます、分かれますね、分水です、はい、ですから出て、こちら、この図で言いますと左に行くと瀬、はい、そして右に行くと川に水が入っていきます、はい、ただあの、皆さん注意してください。これだけじゃなかったんです。実はここもに正面に穴がありまして、ええ、土管がありました、ええ、昔あのそこから潜ってこのお家に行く、つまりこれこそが泉水路でした。お話聞きますとここのうち、あの今家が建ってますけど、建つ前はやはりお屋敷でして池があったそうです、だから池から池、池から池と流れてる泉水路でした。でこれが片方へ来たやつですね。そうです、はい、この川です。ここでずっと流れていきます。これが流れていって、これが水路の分岐になるんですね。例えばあのこれはね、場所ここです。
あの松代支所の横なんですけど、あの松代を歩いていくとこういった川水路に小さなダムみたいなものがありますね、見かけます、はい、あれがほとんど水の分岐分水です、うん、ここもあのダムみたいにしてこちらに水が入る。これがない場合ですとこの辺に穴が開いてまして土管がありまして屋敷の中に入っている、あるいはこちら側でも反対側に入っている、うん、そのようなものですので、うん、どうぞ注意してご覧ください。必ずあります、はい。あとはこれが、流れていって、ですね、ここの網にも入るって言いますかね、はい、あのこれもいつ作られたのかわからないんですけど、うん、今の山田屋邸の前この辺です、はい、この辺からあの分水がありまして、あの前10年ぐらい前調べてて1個この分水だけ分からなかったんです、うん、近所の方に聞き回りますと、どうも昔々というか、あのここから分水してあのパイプに入れて新本店に運んだ、うん、それがあの竹山町の水道川にありました。あ、現在はあの これは使ってないってことなんですかね。いや、あの地下です。あ、地下なんですね。これはあくまでも、うん、あの実践が退去目に見えるはいはいはい、水で、はい、あの点線が暗渠、はい、暗渠といってもあの蓋してるぐらいの暗渠です。これには実は地下水路入ってません。地下水路分からないことがたくさんありまして、まあ、今ここからあの新御殿に、はい、あの行くパイプというのはおそらくその地下水路の一つなんです。ここまでは見えます、はい、今パイプむき出しになってます、ここから先が古田公園までですけど、ここから先が分かりません。なるほど、これからまた調べるあれがあるんですか。どうにか調べたいと思っています。あ、なるほどね、わかりました。あとこれもあれですね、まあ、これは今そうですね、これはあの図面はあの水深消滅艇の木というあの文書に書かれております絵です、はいはい、これこそあの水深消滅艇というのは真田の新御殿の庭のことです。その完成した直後に描かれた絵図です。なるほどね。でこれを日本に、そうです、あの現在修復された庭園です。なるほど。修復するときは当然元に戻すっていうのが基本でして、元に戻す一番有力な 絵というのは松代新御殿には残されてました、うん、完成の時に描かれたこの、これがそう、あの絵です、うん、ですからあくまでもこれを元にして、あのまあ、ほとんど昔通りだったんですが、うん、あのまあ、部分的にあの砂で燃えた場所とか、うん、そういったものをあの除いて昔の姿にしていたというのが、うん、あの今回の庭園の修復の事業です。そうなんですか、はい、でもこうやって見ると本当に落ち着いた、ええ、いい感じですね、ええ、本当に抹茶でも飲みながらのんびりしたような雰囲気ですけど、そうですね、まあ、あそこの新御殿自身もやっぱりちょっと座ってね、お茶飲むっていうのもいい雰囲気かもしれませんですね、まあのんびりしたいところです。そうです ね、まあ、でも先生あれですかね、これからも、まあ、今調査をしていらっしゃるわけですけども、あとどのくらいかかりそうなんですか。いや、あのあと3年ぐらいであの、はい、もう一度あの全一人持って現状調査というのを行っていきたいと思いますし、うん、あのまた今やってるのはやはりあの季節によって流れてる水路、流れてない水路がありますので水の量が違う、違うんです、ね、そうですね。だそのことをあのこの間の6月にも調査しました、はい、だそのずっとこれを一緒にして、はい、まあ、秋だけの水路、夏だけの水路って書き入れようとしてるのがあります。あとは全体的に水量をどう調べようかと今思っています。ああ、なるほど、うん、まあ今年のね、うん、暑くて雨もあんまり降らなかったんで、うん、水量的にはまあ少ないとは思いますけれどね、うん、まああの皆さん、まあ、先生も一緒に、まあ、学生さんも一緒になんかね、うん、あの調べているっていうことを、うん、今何人ぐらいでやってらっしゃるんですか。今あの
うちの学生研究室に13人いるんですけど、あ、そんなにいらっしゃる。今日連れてくると思ったらみんなに逃げられました。あ、そうですか。まあ、また先生に今日一生懸命お話ししていただいてですね、また研究の方も一緒にね、はい、頑張ってやっていただければいいなと思います、まあ、ところであの、こちらの夢空間ですね、 NPO 法人夢空間が、11月17日にですね、このお庭拝見というのをやります。11月17日土曜日ですが、これはまたお庭拝見というのがあって、まあ、この潜水路も含めてですね、お庭の池ですとかそういったものが見られますので、ぜひまた参加していただければなというふうに思います。今日は、佐々木先生に、潜水路の件についていろいろお話を伺いました。またいろいろ他の方の面でもですね、またいろんな研究を発表させていただければなと思いますので、一つまたよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ついに100回になりました。はい、これはもう大変驚くべきことですね。祭りテレビじゃない、しゃべくり祭りだね。そうですね、はい、しゃべくり祭りですね。フォローちゃんとね、しなきゃいけない。はい、ありがとうございます。はい、なんと2時間スペシャルでお送りしたいと思います。いや、よく覚えてた、素晴らしい。それをね、ツッコミ入れようと思ったんだけどね。そうですか。ちゃんと言った、素晴らしい。何やったりですかね。はい、何やったり。こっちに書いてありますね。マカ先生ですね。それから今までのゲストの方もね、お呼びして。今ね、喋ってると高橋さん言ってるんで、2時間2時間をね、ライブですからね。すごいですね。大変ですよ、これは、2時間は長方です ね。はい、あ、こちらこそ、そして、続いて片桐さん、見えますかね。はい、100回です、100回記念。どうぞ皆様、お見逃しなく見てくださいね。そうですね、はい口回ってないね。はい、回ってないです、ね。それでは、くだらないことはね、くだらないしまして、はい、来週24日ですね、しゃべくり祭の100回記念、どうぞお楽しみに。よろしくお願いします。しゃべくり祭しろ、また見てね。